続いていきます。監督ネームガーベラさん、ありがとうございます。そんなに珍しくもないかもしれないのですが、我が家のカレーには刻みトマトが欠かせません。ほうほうほう。感覚的には福神漬けに近い感じですが、カレーが見えなくなるくらいこれでもかと乗せまくります。そんなに。私の家族はみんなトマトが大好きなので、いつも取り合いになって最後に取る人は絶対に少なくなってしまいます。お二人はカレーに合う野菜って何だと思いますか？教えてください。僕ね、意外とね、うん、ブロッコリー。ああ、わかりますね。僕割と好きなんですよね。はい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 。意外とカレーにつきものはジャガイモ、あれ、うんうん、あんまり多くなくていいんですよ僕。ああ、なるほど。お腹いっぱいになっちゃうから。あ、確かにそうですね。ジャガイモとかゴロゴロした根菜よりは、うんうん、ブロッコリーとかほうれん草とか。ほうれん草もいいですね。いいですね。大根も結構たまに。なるほど。しみるし。はい。はい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 。パプリカ入れちゃうと、ちょっとおしゃれすぎんなって思っちゃうんですよ。確かに。ちょっとなんか。ちょっと家カレーからどんどん離れていく感じですよね。そう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 なんですよね。豚ですか、牛ですか、鳥ですか。あ、俺、なんでも、いけるんですよ。僕ね、ブーが、ブーだって。ブーだって。おー、かわいい。豚が好きです。牛と混ざってブーって言っちゃいましたけど、豚が、豚が好き。豚でも、うちも、馴染み深いのは豚かもしれないですね。ですよね。実家とか。ポークカレーが好きだわ。あー、もうほんと腹立つ。トマトちょっとやってみたいですね。僕ね、酸味が少ない方が好きなんで、トマトをいっぱい入れるとどちらかというとこうミートソースみたいな味になってくるのかなってちょっと想像はしてますけどね。